東の花道にご注目ください。駆け入る時がご長男と一緒に入場してまいりました。ご長男のアナンダ・アマルバヤス・ガーン君6歳です。もうすっかり駆け入る時の笑顔がこぼれてますね。さあ土俵にガラン君が上がりますよ。6歳この日のためにお父さんと息子さんはかなり稽古をしたと聞いております。ガラン君が回しを締めたのは生まれて今日が2回目です。最初はですね、誕生10ヶ月の時に春巡業で可愛らしい回しを締めてパパの鶴竜関と一緒に抱っこされて土俵入りをしたことがあるんだそうですね。そのガラン君がすっかり大きくなりまして、お父さんと対戦するところまで成長してきました。鶴竜関の土俵人生最後の対戦相手が長男のアマルバヤス・ガラン君です。あ、立派ですね。チリも切りました。さあお父さんに勝つことができるでしょうか。潮の巻き方も立派です。練習の成果が出てますね。ガラン君はね、相撲が大好きで大きくなったら相撲をやりたいとお父さんの話をしているそうですよ。さあどうでしょう、立てるか。仕切り直します。仕切り直し、さあここで制限時間がいっぱいになりました。アナンダ・アマルバヤス・ガーン君6歳、お父さんに挑戦です。横綱・鶴竜関が回しを締めて土俵で相撲を取るのはこれが最後です。さあ立ち合い、いいぞ、ぶつかる、ぶつかっていけ。ガラン君が押してますね。さあどうでしょうか、押し出しで勝てるでしょうか。お、後ろ向きになった。お父さん余裕があります。出るか、あ、さあ方向、押し出し、押し出しました。アナンダ・アマルバヤス・ガラン君6歳、お父さんに勝って満面の笑みでございますね。ありがとうございました。いや、お父さんも普段の表情では全く見せない顔を見せてくれましたね。はい、ありがとうございました。拍手でお送りください。押し出しで息子さんが勝ちました。